いきましょう。格闘技通信。じゃあ今日のおしゃべりテーマです。はい、シュート王者、はい、新井城登場ですね、はい、この前の月曜日に見事まあね、9連敗からね、はいはい、まあ、この話はまあ最初ですね、はい、一番最初ですね。であとまあメイウェザー朝倉未来の展開予想と、はい、うん、あとまあライジンの38が、今週の日曜日にあるので、まあそこの中国カードの、はい、まあ、展開予想、うん、だそんなもんですかね。でも UFC もあったんですけどね、はいはい、でもまあ佐野平原がうまく戦ったんでそこまであんま興奮できなくて今日はもう何と言っても、でもまあね、はい、今日も何と言っても9連敗からのいや本当に本当にね、どんな気持ちだったのかなっていう、ね、9連敗してる時と、はい、そうですね、9連敗からだもんね、ジョーね。あ、来たよ、あ、セリさん来ましたね。新井選手おめでとうございます、かっこよかったです。江藤選手の試合も決まりましたね、はい、楽しみですと。ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。いや、まあね、じゃあまあまあいろいろ話すことはあると思うんだけど、はい、ジョーね、はい、まあ、まずは試合どうでした試合緊張した？しなかったですね。してなかったよね、あんまりね、感じでしたよね、うん、なんか普段の感じだよな、はい、逆に長いなっていうか、試合始まるそうね、はい、そこが慣れちゃったよな、はい、まあイベントとかあれですからね。でもそれが、あと西川くんが喋りすぎててなんか集中できなかったって感じだよね控室ですか控室でちょっとゆっくりしたいなって。でもね、西川くん集中したい時にじゃ西川くんが僕も西川君とあんなに一緒にいたの初めてで、ちょっとびっくりしたよね。大沢さんを黙らしてましたもんね。そう大沢さんより喋ってましたよね。だからいや、なんか試合あれ控え室じゃないですか、うん、でこれ僕の今までの試合のイメージって、うん、よそのジムの人に触れるとなんか、うん、集中力を乱してしまうっていう感覚があるから、はいはいはい、試合前のやつは自分の自分以外のやつにはもうあんま話しかけないっていうのを俺、はいはい、僕の中であるんですよ、うんうんうん、じゃないとペース乱してしまうみたいな、はいはいはい、それで、あ、西川くんだと、あ、西川くんだと、西川くんのお父さんお母さんいて、あとまあセコンドの方もいて、はいはい、それで西川くんが前日うちで練習してたんですよ、はい、計量終わった後に、はい、結構しっかりめでクラス出たらしいですよ、はいはいはい、クラスに出たっつって、はい、竹焼きの、はい、木下空手の、はい、MMA クラスに、はい、しっかり出たらしいんですよ。え、駒沢でですか？いや、新宿の、はいはい、空手のクラスを試合の前の日に全然行ってたっつって試合の前の日に、はい、打ち込みとかテクニックからしっかり出てたらしいんですよ、はいはいはい、でスパーリングになったらしっかりめでやっててでそれを聞いてて、はい、西川君そうなんだなと思って、まあ、ちょっと軽くだけ挨拶しようと思って、はいはい、で、あ、こんにちはすみたいな、で僕がこう控えされて、あ、こんにちはすみたいな、はい、で僕がこんにちはすぐらいで、はい、まあ、よそ様の人たち、特に西川君なんてもうあの格闘技界を背負って立つ人間じゃないですか、はいはいはい、変なこと言う、あんまり触れるの、まあ、普段のように触れるのやめようっていうこともなく、はい、うん、もうまあ、ジョーの道場みたいな感じでこう、うん、言ってたら話しかけられて、はい、しかもすげえ話しかけられて、はい、それで全然僕的には全然悪い気してないですよ、全然悪い気し、はい、もう本当に話しかけ、全然悪い気してないよね、はい、全然悪い気はしてないんだけど、はい、びっくりしちゃって、はいはい、試合、そう、さっきも言ってんですけど、自分のジム以外の人間にあんまり触れちゃいけないと思ってたから触ってペース乱しちゃいけないっていうのがすごいあるから、話するにしてもちょっと話したら僕はもうすぐやめるんですよ。深追いしない。北野さんから、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。
北野さん、花ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ます北野さん、あの俺の試合見て坊主にしてくれ。坊主にしてくれ。そうそうそう。なんか今ツイッターから質問が来たんですけど、はい、頭の形すごい綺麗すぎるだろうとか、荒井上選手の髪型はなんてこう言って注文するんですかみたいな質問が。なんていうの？普通に短く切ってくださいとかな。メキシコ人みたいにしてくれって言ってるでしょ。ここ揃えてくださいって。ここは大事ですね、はい。ここがあるから。はい、あの野球部じゃなくなるっていう。ああ、行っちゃうと野球部になっちゃう。ここ普通だとただの野球部になるんですけど、はいはいはい、ここで決めるとアメリカの軍人みたいな。あ、なるほどなるほど。でもそのイメージもオーダーしてるんですか、アメリカの GI みたいとか軍人みたいな。そんな、まあ、そういった店に。なるほどなるほど、はい、というそうで、あ、ということだそうです。ここちゃんと1000年にしてくれってことでしょ。はい。ああ、確かに GI って言ったら GI っぽいですね、あれ。ああ、はいはい。でもメキシコ系のやつはそんなだよね。そうなんすか。違う、あ、どう、あれ、あ、もうあれがヒップホップでそういう感じなの。黒人とか、黒人とか、うん、フェードカットっていうやつです。あ、そうなんだ。へぇー、知らなかった全然。そう、でも頭の形綺麗じゃないと嫌なそうだな。いやでも俺すげえボコボコで、昔なんか単行部できて病院行って、そのお医者さんに触られて、どれが単行部か分かんないけど常にボコボコっすぐらいボコボコですぐらいボコボコですけど、はい。もともとそうです、もともとなんかボコボコなんです。へぇ、チップ選手にチップあげたいんですけど。いやもう全然、どうぞです、はい。まあまあ、そのまま西川君の話してても、はい、どうなんだろうと思って今西川君の話よりジョーの話聞きたいですよ ね、 で、 すね。でも入場の時大沢さんかなり顎入って決めてましたよ。マジっすか。なんか こんななってませんでした、2人で。え、2人で抱き合うみたいな、こう、あ、やるぞみたいな。あれ、喋ってるんですよ。あれ、なんて喋ってるんですか。もうここは行くしかねえぞみたいな話だよね。まあ、毎回なんかこう最後の勇気づけるような言葉を、毎回違う言葉で最後を大体一言言うんですか。なるべく一番残ることを言うようにしてるんですよ。なんか残るというか、人によって分けるんですか。人によって大体、はい、まあなんかその試合のポイントだったり、はいはいはい、なんかまあでも基本的には一緒ですけど、気持ちの部分で、はい、なんて言ったか忘れちゃった、はい、なんて言ったんだろうね。俺も覚えてない。そうそうそう。まあ、もう覚えてなくて。いやでもまあ嬉しいことです。いつになくキメキメだったなと思って。あ、でもね、全然そんな感覚ないですね。いや多分。でもマジで真面目に言ってると思うんですよ。決めてないと思うんですけど。いつになく決めてない。これで上がってました。そんな大事な時に上がってました。あそこ、抜かれてるの意識してました。っていう感じがすごい見えたんですよ。わかんないです。入ってたってことです。でも、抜かれてる、まあでも あんま考えてないかもしれないですけど、あんまああいう時はあんま考えてないですよね。最後、なんかこう、一言、一言で決めなくちゃいけないんで、はいはいはい、で僕の中で、はい、ああいうところってこう、あんまりいろいろ言いすぎると残んないっていうのがあるんですよ、はいはい、手短く一言。そう、選手とかで、はい、あんまりなるべく一つだけポイント言うみたいな、もうあんまり二つ三つ言ったら、はい、もう何も残んなくなっちゃうなっていうのは、はいはい、でも何にも覚えてないから何も残ってないですね。意気分ってこと。何にも残ってないですね。バイブスは伝わってますけど、はい、でも多分アドバイスじゃないよね、多分ね、もう、まあ、本当もうやるだけだよみたいな、そう、なんかこう、ね、やれば勝てるみたいな、なんか我慢すれば勝てるとか、そんな感じのことだよな、おそらく、はいはい、まあそんなことですね、多分。で、その最後の勝てる、るの時に入ってるでもね、光の加減とかすげえいい感じでしたよ、あれ。あ、で雰囲気は良かった。でもなんか、あんまり僕自身もあんまタイトルマッチって感覚なかったっすね。あ、そうなんですか。あんまり、はあ、あんまりみんなあんまタイトルマッチって感覚なかったね、あれな。あったのかな。あ、まあ、言われてみれば別にチームそんないつも普段通りだもんね。はい、1分で、1分ちょっとですよね、1分ぐらいですよ。いやでもあれが、はあ、終わった時に、はあ、僕ら飯食いに行ってたんですよ、はあ、終わった後、みんなで、はあはあ、そして誰かが、うん、俺かな、誰かが SNS 見て、うん、あれこれ1分、あ、俺か、1分50だったのみたいな、うんうん、みんながってなって、
え、4分ぐらいいってませんでしたみたいな。ああ、そんな感じだったのね。全然早い感覚なかったですよ。はいはいはい。1回そうか。どうだった、ほんと3、4分やった。結構だから、あの工房の中にいろいろあったもんか。はいはいはい。長かったっす。結構いろいろあったよね。最初うまくいかない感じしたろ。うん。完全に押し込められたみたいな。相手のペースでした。はいはいはい。まあ、でも、僕のイメージだと、まあ、長くやれば消耗するのは、猿丸選手だなと思ってたんですよ、はい、だけどカーフが2発しっかり入ったんで、はいはいはい、僕の中でカーフって3発入ったら終わると思ってるんですよ、はいはいはい、3発目から痛かったっす、で3発目はしっかり入ってなかったじゃん、いや3型しか一番痛かったっす、上のここら辺でガチンで足流れなかったじゃんあ、でもあれが痛かったっす、そうなんだ、ね、痛いのは分かんだけど、多分3発流れたら俺終わると思ってたんですよ、確かに1発目とか2発目の方がいい足バシで、ね、あれ流されて3回流されたら、はい、うちの選手たちみんな後で出て引きずり始めるから、はいはいはい、今でももう数々のうちうちみんなカーフ効かされてきてるんで、はいはい、めっちゃ見てきてるんで、で終わるなと思ってて、はい、そうで3発目聞いたんだ、はい、結構やばいと思ってたんだ、ああああそっちに意識いっちゃいましたね、行った、はい、あれ右来たらやばかった、え、まあ、やばいって言ったら右来たらもらってたパンチですか、うん、あーもらってたと思いますね、あでも倒れないだろ、まあ倒れないです、ね、倒れない倒れないよな、倒れるってことはないですよね、パンチで倒れてないと思うんですよね、いやね僕ね中田とジョーに関しては同じ階級だったらフラッシュダウンはあっても効かされないなって感覚あるんですよ、はいはいはい、それはもう結構見えてるから、うん、でジョー、魚井の思いっきりのパンチもらっても倒れないんですよ、言ってましたよね、そう、はいはい、ガチスパーでガチスパーで魚井のパンチもらっても平気だもんな、はい、そうだから、はい、ストローキューに魚井以上の人いるわけないじゃないですか、倒れないなと思って、はいはいはい、それは倒れることはないなと思ってたんで、はいはい、まあ本当パンチ見てんで、はい、結構目線離さないし、はいはい、あんま目もつぶらないんで、はい、だからそれは平気だなと思って、はい、だからカーフだけ効かされたんで、はい、もうそれが結構想定外で、はい、うわーと思って序盤にしかもね、はい、それ以外でこう結構パンチパッパッパンで当たってたのは、はい、まあいいよいいよと思ってたんですよ、うん、それはまあなんかどん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 前出て打たせれば、うん、逆に疲れるなと思ってて、うんうん、で自分自身どうだったの最初もうパーって入ってたじゃん、いやでも俺カーフうまいの知ってたんで、はい、聞かされて、うん、なんかもうサウスポーにしなきゃいけないっていうなんかの想定してたっすね、だから俺生足で周知蹴ってもらったんです、うん、カーフを、うん、そう痛みになれた方が早いな、うん、まあな、あなるほど、あそれでそれ効果あったかもしれないですね、あそう、はい、それで結構我慢できた、はい、それ以外で嫌な部分だった試合をしててね、あまあジャブのなんか長かったですジャブが、あ、まあ、それぐらいだよね、うん、なんかパンチに関して言うと、うん、カーフが蹴ってくるの僕も分かってたし、うんうんうん、でも本当に一発でも開始早々ぐらいに流されたじゃん、足流れちゃったじゃないですか、はいはい、でうわーと思って、うん、で2回入った時にうわーやばーと思って、うん、終わるとしたら立てなくなってとかっていうことかなと思ったんですよ、はいはい、だけどパッチに関してそこまでだよね、あまあそうっすね、うん、別に怖さはなかったっすね、組んでどうだった、組ももう全然なんか力なかったっすね、あ、ほんと聞いてたんすか、いや、俺ね、思うのは結構ね、うん、精神的なプレッシャー結構受けたと思うんだよね、なんか終わるいや、前に出てくるプレッシャー強いんですよ、はいはい、これ多分、うん、これ分かんないです、本人に聞いてみないと、だから僕の印象ですけど、なんか一回こう組んでから離れた時にすげえ動き落ちたんですよ、うんうんうん、めっちゃ動き落ちてて、あ それはなんかちょっと見ました、なんかローとかパンチが結構スローになってそう、だからあれ本当に近寄ってほしくなかったと思うんですよ、で多分パンチ力あるっていうのは分かってるから、
近寄られてでパンチ振り回されたくないっていうのがあったから、うん、カーフとジャブとストレートでもうなんかこう長い距離取りたかったんだけど、うん、ぐんぐん来るから、うん、俺多分疲れたと思うんだよね、うんうんうん、で精神的にそれで行ったら切られてみたいなのを繰り返されてるうちに、うんうん、なんか消耗したんじゃないかなっていう。だから組んでる時とかにちょっとこう消耗してたりとかね、うん、まあ、一回組んだ後になんか俺のペース、うんうん、俺のターンになった気がします、うんうん、なんかずっと叫んで、あの嫌がってる嫌がってるとか、なんかボディをとか、なんかコーチングしてますね。まあ中入ってボディ打つやつで、はい、まああのあと一回あの離れた時に動き落ちたから、はいはいはい、あこれ腹いったらもっと落ちんなと思って、はいはいはい、なんかあのとにかく消耗させたかったですよね。でも消耗させれば5ラウンド絶対持たないなと思ったんで、はいはい、1ラウンドこの展開でこんなに嫌がってたら腹打ったらマジで嫌がるんだと思ったから、はい、腹いけいけいけっつって。でも解説の人もこれ5ラウンド戦いで勝つじゃないですねって言ってましたけど、2人がもうバチバチ言ってたから。そうですね、展開早かったですね。はいはい、重かったけど。あれどうだった、手応えあった最後の、はい、うん、ありました。あ右しっかり入った、うん、抜けた感じがあってスコーンっつって、はい、へえ、なんかあれの一発ほんとなんか距離とかも調整できて、へえ、なんか冷静でした。あ、そう。なんか俺あんまなんか気に食わないやつがあんま良くないですけど、なんか雑な倒し方かな。あー、倒し方が、あ、そうなんだよ。なんかあんまかっこよくないじゃないですか、あれ。バロンで、あの止まりが早かったガチャガチャになって、あー、ちょっと距離できたところで一発が当たって終わっちゃうっていう、なんかラッキーなパンチに見えちゃうってこと。まあそうですね、ちょっと一発に頼った感があるっていうか、ああ、うん、もうちょいあの連打で倒したいとか。そうですね、とか、うんうん、もっとなんか綺麗なところで倒したい、作ってって、はい、ああまあ、ね、倒したかったですね。あの連打の中で相手も打ってきてるところでこう、うんうん、たまたま当たったような感じに見えちゃうとか。そうですね、ああ美学的にね。美学的には、はい、あ、まあ、うん、よくなかったですね。あ、ほんと、はい、まあでも、全然良かったんじゃないの、あの流れ的に。まあ、あの正直とちょっと止めるの早いなと思ったけどね。まあそうですね、見返すと確かに早いっすよね。早いなと思って。でも僕も何回か見返したら本当にさっきも言ったんですけど、審判結構寸止めぐらいで間入ってたよね。なかったら鉄槌全力が顔面に入ってた。でも MMA ってそうだから、はい、MMA ってそうだから、いや全然いいんですよ僕、はい、あのレフェリーが僕的に言ったらレフェリーが止めた時点でもう終わりだから、はい、仮にあれが逆だったとしても、はい、僕受け入れるし、はい、あんまり僕あの自分はすげえ不満を持ってたとしても、はい、うん、もう判定出ちゃったらどうせ変わんないんだからっていうのがあるんで、文句言ってもしょうがないな、はい、ただ不満はあるよっていうところはあるんですけど、だからまあネットの中で結構こうね、なんかあの言う人もいたもんね、はい、なんかあの止めるの早いのっていうのは結構いくつかあったんで、本人的にどうだったの。まあ、はい、早いっちゃ早いかな、うん、まあ、それは見返して終わった時にも思った。いや見返してですね、うん、で僕も終わった時に、はい、終わった時ラッキーと思ったんですよ。なんか本当に、はい、あそこで倒れて、はい、組まれてどうなるみたいな感じのところで、はいはい、ちょっと見づらかったんで、はいはいはい、なんかこう鉄井がなんかやんのかなと思ったら、なんかあれレフ止め入ったと思って、ラッキーと思って、はいはい、まあね、あそこから持ち直す、そう、だから持ち直すパターン全然あるから、はいはい、ありますね、はい、どっかのカメラに真正面で映ってたんですけど、この猿村さんが起き上がって手つく前に、はい、俺の軌道もうまっすぐ顔あったんですよ、はい、まあまあほぼ終わってたかなと思うんですよ、ね、まああれを入れたらね、はい、でもみんな見たいのってそこじゃない。確かになるほど。でみんな見たいのってなんか飛ぶところじゃないですか。スパーンってこう、だからあそこでこうバーンってやってパーンって止めるみたいな、まあでもレフリーがあそこであの無駄なところ止めるのは
僕は全然ありだし、全然僕はいいと思うんですけど、ちょっと早いのかなっていう、はい、僕がお客さんだったら早いなって思う、うんうん、僕がお客さんだったら、はい、倒れたところを倒れてとどめさせて終わったみたいな、はい、なんかすっきりしたいなっていうところがあるんだけど、はい、だから全然いいですよ、はい、ラッキーだしね、はい、ね、まあね、でも本当に9連敗からですから、そう、質問がね、すごいいっぱいあって、9連敗から急にこう勝ち出したの、何が強さが変わったみたいな、何だったの、はい、これ1個っていうのはあんまないかもしれない。練習はやってなかったでしょ、9連敗の時。まあ、そうですね。そんなやってなかったよね。一回うちにあれ連敗中かなんか来た、はい、連敗中あれ勝ち始めたぐらい。中ですね、中ですね、全然。連敗中に来た時、はい、練習来たんですよ、うちに。はい、で、その時の俺の印象って、うん、打撃めちゃくちゃ良かったんですよ。うんうん、え、何こんなに打撃いいのに負けてんのと思って。うんうん、えと思って、で打撃やったら結構すげえ良くて、はい、あれいいのかな、いいのとやったりとか、うん、あと朝倉海海ともやった、初日、あ、そうだっけ、海ともやったり、鼓膜が破かれたんです、俺、あ、そうなんだ、そうだけど打撃は結構悪くなくて、そしたら組んだら全然できなかったんですよ、おーマジかと思ってはい、こんなに分かりやすくできないのと思って、はいはい、あ、なんか入りましたね、またヒーンさんがまず、はい、ジョー選手におめでとうってことで、はい、まあ、あれキッド、キッドジョー選手ってなってますね、はい、で、チャンポンさんが初スパチャ失礼します、新井選手王座獲得おめでとうございます、新井選手にも猿丸選手にも負けてほしくない複雑な心境でしたが、これからも陰ながら応援しますということで1220円のスパチャ、ありがとうございます、まあでも本当9連敗やってて、打撃力で組み合わせは全然やってなかった、まあ、そうですね、やってるつもりでしたけど、ああ当時は、あ、やってたの、まあ、週何回ぐらい練習したの2、3、週2、3で試合出てたの、はい、勝ち始めた時はどれぐらいやってたの、それでも週2、3なの、2、3、4、5、そうなんだ、へえー、その質が、まあ、今考えたら全然違いますよね、それで、うち来る前はもうやり始めてたの、ちゃんと、うん、まあ自分でちょっと考え出してたぐらいかもしれないですね、考え出してたぐらいやろ、はい、まあ、だからそれこそこういう強い環境に行った方がいいんだろうなって思って来たんだと思うんですけど、あ、まあ、全然もう最初来た時は通用しなすぎて、あ、はい、やっぱびっくりしましたね、これがやっぱ名門のジムなのかみたいな、はい、練習もきつかったし、はいはいはい、それこそ2回行ったんですけど、はい、所属っていうか今みたいに完全に席を組まれる、はい、1回目はだからそれこそ鼓膜を破かれて今日ガチスパでやって急に言われてバーンとこう入ってって感じですか、もらった瞬間ピーってなってなんか機械音がそれは内緒にしたんですか、なんか耳やばいけど、あ、まあ、ちょっと聞こえづらい数ぐらいは言ってますけど、はいはいはい、はい、後日行ったら穴開いてるねっつって朝倉会にやられた、はい、2回目は2回目でレスリングかなんかだったんですけど、はい、それこそ組が全然できなかったんで、はい、その体力もすごいきついし、はい、2階のトイレでゲボ吐きました、ね、あ、だからそれで、はい、それから、はい、1、2年経ってたよね、そっから1、2年ぐらい経ったと思う、それでうちに、あ、僕に連絡来たから、はいはい、移籍っつって、はい、で、まあいいんだけど、はい、前も来るっつって来なかったから、はい、いや、いいんだけど、はい、大丈夫みたいな、はい、いや、いいよ、別に来る分には構わないけど、はい、僕は来る分には構わないけど、もう9連敗するようなやつだから、はい、絶対練習してないと思ったんですよ、あ、はいはいはい、絶対練習してないそれで素材も良かったから、はい、打撃の素材、はいはい、あれで負けるのがおかしいと思ってて、うん、あれで負けるのってもう絶対やってないよと思って、はいはいはい、もう間違いない、はい、絶対やってないと思って、はい、それで、ちょっと移籍させてくださいって、はい、まあいろいろ、まあ今もいるジム、はいはい、一応席置いてるジムもあるんで、はいはいはい、そこは結構めんどくさいジムなんで、はい、あんまりここはめんどくさいジム、まあまああんまり大きい声では言えないんですけど、
本当ここだけの話なんですけど、ここだけの話。まあ、いろいろ あるジムなんで、はい、まあ、そういうのもあるから、はい、別に来る分にはいいんだけど、うん、やちゃんとやるならいいよと、うん、やれるみたいな、はい、でまあやりますと、うん、でもまあ今までもやるっつってやらない人もたくさん見てきたから、そう、まあ分かった分かった、はい、じゃあまあ来なっつって、はい、結局は来てみないことには分かんないなと思って、はい、まあとりあえず来なっつって、はい、それから会費ちゃんともらうよって、はいはいはい、あのまあやらなくても所属があれだったら、まあ会員さんとして通うんだって全然構わないし、うんうん、まあ、あので僕の中でなんかこうプロって言われても、うん、僕の中で結構あのポケットみたいに分けるんですよ、なんかこう、うんうん、あの本気でやるやつと、うん、もう俺はもうどうもうあの好きにやってて、であのまあ時々来たらちょっと見てあげるけど、うん、あんまりその気分的にスイッチ入れないみたいな、うん、あのプロ選手の中で僕の中であるんですよ、はいはい、スイッチ入れない人とスイッチ入れる人みたいな、うんうんうん、スイッチ入れる人間はもう練習来なかったらお前なんで来なかったのとか、はい、お前何してたのみたいな、はい、それは言う、はいはい、で入れない方は、うん、まあ来た時だけはちゃんとやれよとか、はい、まああとそういう時来た時はちゃんと、うん、あのポイントは言うけど、うん、まああとはもう好きにしてみたいな、うん、で試合も、まあ、決まったらまあセコンドつくけどぐらいの、うん、あんま気持ちが入らないみたいな、うんうん、ジョーは最初はそっちモードだったんですよ、はいはいはい、多分来なくなるだろうな、そう来なくなるだろうな、よしじゃあ来たなっつって、うん、練習やってとかって、そしたら結構やるなと思って、はいはいはい、で組み技も一回組んだら、はい、あ前に比べたら、はい、あ全然ちゃんとやってきてんだなみたいな、はい、別に強くないんですけど、はい、でもやってきた後があるっていうか、はいはいはい、そのあなんかあこうなんだと思って、うん、それでうちいいのが一回戦ってるんですよ。どこですか。僕の所属がいいのとジョーが戦って、ね、はいはいはい、で僕は全然あのいいのが勝つと思ってた試合だったん で、はいはい、でいいのはノックアウトされたんですけど、はい、なんかあの結構あのなんかこう運が悪くて負けたみたいな感じだと思ってたんですよ、うんうん、もう一回やりゃ勝てるなと思って、うん、だけどまあなんかあの事故ったパンチもらっちゃったなと思ってて、うん、でそれでこう練習で来て組んだら、うん、あこれいいの負けんなと思ってて、うん、これ組んだ感じで、うん、あこれぐらい組めるんだったら別に組むのは強くないですけど、うん、まあいいのぐらいのタックルだったら切れそうだなって、うん、切れちゃうなと思って立つのも。でそこら辺でこう、もともとサルタでやりたかったんだもんね。はい。あはいはいはい。そう。まあ、イーノさんにも相談をしてましたけど。うん。あ、イーノに行くっていうのは言ってたの？そうです。その1、2年入った間にも、1、2回ご飯行ってるんですよね。はい、ああ、なんだよ。はい。だから、よくしてくれてて。うん、で、イーノに、はい、ジョー来るよって、ちょっと複雑な顔してたよ。まあ、そうっすよね。あまあ。はい、こうなってましたね。うちのいいのっていうのはちょっと顎出てるんですけど。いいのさんっす、それ。いいのやるじゃん。あ、やります。なるほどね。やるじゃん。やるじゃん。いいのさんっす。そう、それでポジションが変わったんですか、大沢さんのね。その先それで、あ、やるなと思って、はいはい、それでこう試合で練習とかでガチンコの練習とかしてたら、うん、動いに打ち負けないんで、そこら辺から、そう、はい、で僕の中でちょうど中田座リッチの、はい、あの見えない見えてれば聞かない見えてれば聞かない今日全盛期ぐらいの時に、はい、あれこいつ信者さんだと思ったんですよ、はい、そんな昔からその説があったんですか。え、見えてれば聞かない今日。いやもう全然、俺はもう俺自身は持ってたんだよ、うん、俺自身はもともとあのもともともう俺はその信者さんだからさ、現役からですか。現役の時は見えてれば聞かない今日の信者さんだから。先輩のビンタからでしょ。先輩のビンタってパンチですね。不良の時の投げられる時にあの中1の時に中3の先輩に投げられると結構体格差あるじゃん。でもダウンしてるやつ見たことないのよ。殴るの分かってる。そう、殴るの分かってるから。なるほど。でそれでダウンしてるのを見たことなくて、で
パンチで押されて倒れるのはあるけど、パンチの勢いで倒れちゃうのはあるけど、効いちゃったやつ見たことないの。でだから俺それを理屈で言ったら俺見えてれば効かねえんだなと思ってで俺自身現役の時にフラッシュダウンみたいなのはちょこんっていうのはあるんだけど俺効かされたことないの。ああそうなんですね。パンチで、で僕練習でもずっと俺うちって週1ガチやるじゃん、俺週4でガチやってたの。やりすぎですよ。そうマジで週4でガチスポーやってたの。やりすぎですよ。研修会の時週3週4でガチやってて、それを続けるのがすごい。そう週3週4でガチやってて、でさらに言うと体重差あるのに僕川尻君とも週1週2で俺ガチンコやってたから、はあはあ、川尻君とで川尻君の2階級違うじゃん。あんなマッチョだから、うん、で俺高井君ともやってるし、で階級上でガチンコでやってて、うん、それで俺その倒れたことないのよ。一回だけあの高谷くんの時だけ、うん、おでこでアッパーもらったら全身がしびれたっていうことがあって首やられてる。首がなんていうんですか、頸椎をなんていうか、もうガーンってこう頸椎ガーンって押されたような感じで全身に電気ビリ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 ってなんか肘ぶつけたみたいになって俺もうマジであの体しびれたから待ったっつってちょっとダメだっつってもう体こんなになってちょっとちょっとやめてって体こんなになっちゃってやめてってもうちょっともうダメだってもうなんか腕とかがもうビリ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 しちゃって肩とかしびれちゃったからちょっとやめてなんか聞いてるよりダサくないですか。いやもうマジでそうなっちゃったの。ああ気持ち的にもうだからもうやめてってダメだってぐらいの衝撃がそう、その1回ぐらいなんですよ、はいはい、だからそれだけパンチもらってても俺倒れなかったから、はいはいはい、で基本的に僕あのパンチもらうもんだと思ってるからガッてなってるんですよ、はいはい、であんま首ガーンってなんないんですよ、はい、それより平気なんだなと思って、はい、でみんな結構パンチ怖がってるから、はい、僕は意外にパンチ怖がんないんですよ、うんうん、もらうもんだと思ってるから、うんうん、で見えてれば効かない今日で、そしたらジョー見たら、はい、本当にパンチガンって動いてからガンってなるから、はい、お前もしかして信者さんかっつってお前パンチ見えてれば効かないと思ってんだろって俺言ったよね、覚えてない。そしたらはいっつって信者だって言うんです。あ、俺も信者なんだっつって俺も見えてれば効かない今日の信者だよっつって、はいはい、そしたらああそうなんだと思って、ああじゃあこいつ倒れないなと思って、はいはい、そっから試合になった時に、はい、ああもうこいつ倒れないなと思って、うん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 、だから前の試合とかももうゴリゴリのストライカーでバンバン倒すやつだったんですけど、はいはいはい、全然引かないし、はい、倒れると思ってないでしょ。そうですね、あ聞いたことないですね俺も。そうでしょ、体しびれたことないでしょ。まあ若干ぐらいあるんですけど、そうガーンっていう勢いでうわーって痛いとか、はい、この衝撃もらいたくないのはあるんですよ。はいはいはい。あ、じゃあキャリアの9回負けた時とかも聞かされてるというよりはどっちかと落とされたりとか決められたりとかってことなんですね。組んで、はいはいはい、つけられてっていう。なるほどなるほど。パウンドでレフリーが止めるとか、ね、あ、そうですね、KO負け1回あるんですけど、そう聞かされたんじゃなくて、はい、馬乗りで動けなくなって、はいはい、ああなるほどなるほど、はい、止められましたね。じゃあ同じじゃないですか。同じじゃないですか。聞かない行だから、だからマジでそれだったから、はいはい、だから永田もそうなんですけど、はい、やっぱりね試合の中のねその、はい、なんか試合と練習で僕が思ってるところの誤差少ないんですよね、はい、こうやればやれるだろうなと思うことがやれるんで、はい、だからこう打撃に関して言うとあこうなるなっていうところが大体イメージ通りになるみたいな、はいはい、そのさっき言ってたハードな練習はこう続けられるようになったきっかけみたいな何かあるんですか。そのもう引けられないみたいな何かあったんですか、変化の気持ちの。いやまあ徐々に、はい、はい、大沢さんはだってその時まだ期待して、いやあのずっと来ないなと思ってたのね、まだね、その頃。あ、まあでもそれで言ったらハーツ来て、はい、そうやってまあみんな舐められてるの分かってたんで。ああなるほど。多分期待してないんだろうなって思ってたんで、
1ヶ月はもう1日も休まないでやろうって思ったんですよ、はい、練習を、はい、それでそう痛かったりしたんですけど、はい、痛み止め飲んだりして、はい、1ヶ月最初やりきったら、はいはいはい、そうそう、やっぱみんなの対応変わりましたね。あ、ちょっとやるじゃんみたいなところとか、うん、ちゃんと来てるじゃんみたいなところで、なるほど。江藤さんとか最初厳しいじゃないですか。厳しいね、若手にこうね、厳しいけど、はいはい、江藤さんに、はい、なんかアドバイス最初もらえた時とかは、あ、認められたんだなみたいな、嬉しかったですね。なんかちょっと垣間見ましたね、ハーツの強さをね。そうやって強くなってるんだ。まあ、きついもんな。まあそうですね、いきなりやっぱこれを週5、6でやるっていうのはきついっすよね。徐々に慣らしていかないと、はいはいはい、やっぱ練習来ないと、はい、みんなの信頼得れないんで、はいはいはい、来なくなるなっていう、来なくなるとね、来ない、来なくなるやつだなとか、はい、ポイントポイントしか来ないやつだなっていう、はいはい、まあ、そうなるとみんなもそんな感じになって、なんとなく、まあ、みんなっていうかよく来てる、はい、人たち、そのうちで言うと、そのまあレギュラーって言い方あれかもしれないですけど、はいはい、格闘技で勝負してる連中、はいはい、まあ僕が思うのは格闘技で勝負してる連中、うんうんうん、勝負してない連中と勝負してる連中が僕の中であって、はいはい、勝負してんなっていう、うんうん、そういう連中はやっぱこうぬるいことあんまり好きじゃないし、はいはい、で特にそのなんかこうジョーが来る手前ぐらいで、うん、例えばね、竹脇とか空手もね、はい、そんなにあいつよく休むやつだったんですよ、はいはい、それがね、広隆が成績残し始めたぐらいからね、はい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 、気合が入り始めたんですよ、はい、でそこら辺でこう、そうするとだん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 全体的に意識がぐっと高くなったんですよ、はいはいはい、ジョーが来た時にはもうなんか空気が前よりも一個高い段階の空気になってて、すでにね、そう、はいはいはい、だからこう結構みんながちょっと厳しい目線になってるみたいな、はいはいはい、でそこでジョー入ってきて、でまたそこからもう一個上がってるよな、なんか空気上がってる感じしない、なんか最近な、なんか年尾美とかも勝負してる、あとまあ君広が雷神で勝利した、あの勝った、で、あいつ気持ち弱いってみんな分かってんすよ、うんうんうん、そして君広が一個化けたら、化けたってなって、そしたら全員のなんかこう君広が練習を引っ張るんだけど、で練習ではめっちゃ強いんだけど試合では弱いみたいな、で君色に何を言われてもみんなでも試合出せないでしょっていうのは若干あったんですよ、うんうんうん、そしたら試合で出せて、そしたら結局みんななんだかんだ言って君色が勝つのは絶対嬉しいんですよ、うんうん、すげえ嬉しいみたいな、うん、今日試合発表されてますけど、はいはい、それで君色が出せたってなったら、なんかもう一個こう空気が一個上がったなって感じ、はいはいはい、しますね、なんかもう一回ピリッとしたっていうかね、うん、全体的になんかこう君色は強いけど、あ、君色信じていいんだなみたいな、あ、君色信じていいんだなみたいな空気は一個上がったような気がしますね、はいはいはい、そしてそこから結構またピリッとしてな、なんかいい空気になってるもんな、なんかな、あんまこうしっかりやってる連中に関して言うと、はい、なんか勝てる試合は勝つなみたいな、はいはいはい、なんか変なところで落とさない、うんうん、感じになってきたし、うん、なんかいい空気になってるかなと思いますけどね。君色が北岡選手と決まったんですね。そうですね、はいはい、まあね、これまあその前に挟みますけどね、はいはい、北岡ってやっぱね、北岡くんって結構こう、はい、僕の中でも結構こう、はい、北岡金原って、はい、ハーツをこうちょっとこう、はい、レベル1個上げてくれた2人なんですよ、はいはい、結構練習来てくれてて、はい、北岡金原、はいはい、まあ朝倉兄弟、はい、うちってあんまりこう出稽古受け入れなくて、はいはい、途中から、うん、途中からですね、で北岡君と金ちゃんと朝倉兄弟はまあいつ来てもいいよみたいな、はいはいはい、っていう中でまあ来てくれてて、でそこら辺はすごいレベル上げてくれてて、だから
北岡くんの話来たら結構微妙だったんですよね、僕的には。レッドもあんまやりたくない、どうすかね、どうかなみたいなこと言ってて、結構時間考え、結構考えてましたけどね、はいはいはい、でもまあ正直 僕も話は聞いてたんで、佐伯さんから、で佐伯さんから聞いてたのは、北岡くんに2人当ててるっつって、でその中の1人が江藤で、江藤だって話を聞いたら、僕これ北岡くんは絶対きつい方取ってくるから、北岡くんで今まで絶対選択肢やったら絶対きつい方取るんですよ、できつい方取ってくるから、これ北岡くん江藤だなと思って、江藤取るなと思って、それで君ひろに、お前多分北岡くんの話来るぞつって、で今多分北岡くんは2人選択できて、でお前の名前も片方上がってるって、で格で言ったら絶対北岡くんはきつい方取ってくるから、お前の名前来るよって、あとはお前がやるかどうかだよって、分かりましたみたいなのあって、それですげえ考えてて、で結局やるっつって、しびれるな、でもな、あれな。まあ、あんま北岡君との接点ないもんね。俺、会ったことないですか。あ、そうか。いや、でも、そういういろんなハードな、いろんなことがあって、今回チャンピオンになったってことなんですね。それはちょっといい話聞けたなと思って。あ、ジョーですか。はいはい、あ、まあ、ジョーはね。まあ、やっぱり諦めなければ、夢は叶うじゃないけど、スタートは鼓膜破られてから始まったってのはちょっといいですね。でよく諦めなかったよね。はい、連敗してる時ですか、ね。まあ確かにね。どんな気分だったの？今もう一回やれって言ったら嫌ですけど。辛かったの？そうですね。周りから、周りに対して申し訳ないっていうか、なんか合わす顔がないっつって。あのセコンド前がお願いしてるのになんかもう苦笑いみたいな。自分自身は勝てると思ってたの？そうですね。自分はなんかそんな、なんか奥底が明るい感じ、トンネルの奥底が、未来は明るいのは見えてたんですよ。ああ、そうなんだ。やればいけるみたいな。そうですね。やればいけるって、でもやってなかったから続けてればいけると思ってたんだ。そうですね。9連敗してるのに、それは一切そこは思わなかったんだ。そうですよね。だからなんで？相当ですよね。なんで？すごくないそれ。確かに9連敗はね、自分自身はどう思ってたの？強いと思ってたの？いや、だからちゃんとやれば強いんだろうなと思ってました。でもちゃんとやる気にならなかったんだ。なんか、まあ、そうですね、簡単に言うと。そうなんだ。はい、やんなきゃやんなきゃと思ってたんですけど、スイッチが入らなかったんだ。そうですね、入れたけどまた抜けたりみたいな。まあね、でも良かったね、本当にね。そこにベルトがゴロンした。ベルト見せてよ。ベルト持ってきてよ。意外と重いって。すごい。いいね。まあじゃあちょっと今日この配信の最後に、プレゼント企画やりましょう。はい、最後にね。はい、最後に。でまあじゃあちょっとこれはジョーの話はあれ、この後はどうなんですか、新井選手。あ、じゃあこの後どうやっていくの、どういうこうどうしていきたいの、言っちゃえよ。まあもう試合終わって飯食ってる時に大沢さんがもうシュートの人と連絡取り合ってくれて、もう早速動いてくれて、はいはい、はい、どういうことをやりたいの。まあ挑戦するような、ちょっと言っちゃっていいよ、どうせ、もうどうせ言っちゃっていいよ、言った方が面白いから。まあ一階級上のやつらに喧嘩打っていこうかなって思ってます、タイトルもやりつつ、うちサルタもやったんですよ、はいはい、サルタもストロー級のタイトル取って、すぐ次の試合、フライ級で清水清隆君でやったんですよ、はいはい、それでそれやって勝って、それでタイトル防衛して、で次もう一回フライ級で戦ったんですよ、はい、そしたらまあそれがなんか田丸選手に何かもらって血出ちゃったんですよね、はい、それで負けちゃったんですけど、はい、それまで全然勝ってて、うん、でやっぱりストロー級って一番最軽量級で、うん、やっぱ勝ってて普通に勝って防衛してても、うん、やっぱあんまり世間の目って来ないんですよ、うんうんうん、そうするとなんか自分で今まで違うことやらないと絶対に
あのみんなの目って来ないんで、佐々木さんもそんなこと言ってましたね、はい、だからじゃあただ勝ってればいいなんてやってても全然響かないんで、これはまあもともとジョーもあのいろんなこと挑戦したいし階級上でもやってみたいっていうのも言ってたから、じゃあもうやれよっつって、タイトル取ったらもうそのもうアズスーンアズポッシブルですよ、いろいろもうアズスーンアズポッシブル、もうするや否やするや否やですよ、もう英語なこれな、アズスーンアズポッシブルな、できるだけ、あ、もうするやいなや、うんうん、そう、もう早かったそ、そう、もうすぐ帰りのもう飯食ってる時にも、帰りの飯食ってる時にお前それやんないっつって言ったら、あ、いいっすねっていうか、でもね、もうこれ連絡入れちゃいよっつって、連絡入れて、なんか大沢さんやりそうだもんよくあるんですか俺ね、めっちゃ早いっす、ね、早いっすよね、でもそうやっていろいろなことが決まってますもんね、俺だからもう言ったら俺すぐやるじゃないですか。すぐ俺帰りのあの車で送ってもらってたんですけど、それでもその話、その時もなんかお前こうしろよっていうのが話があって、じゃあ俺一回連絡しとっからっつってわざわざ一回車端に止めてハザード焚いて連絡入れて、入れてからもう一回来るよ、お前あとはお前でやれよみたいな、その場で言わないと気が済まないぐらい、いやなんか僕の中で僕ね、もういろんなことそうなんですけど今そういう風にしてるんですけど、なるべく思った時にやるようにしてるんですよ、で思った時にやらないことって忘れちゃうんですよでもすごいです、でもすぐやるのいいですねと、運転止めてまでとかね、僕でも早すぎってみんなすごい反応するこれマジびっくりしたガラガラの深夜の道なのにわざわざ端と全然車ないですよ、わざわざ止めてこうやって打つ、ちょっと待ってな連絡入れて電話してで、それはもう連絡入れるだけです、はいはい、でもほらあの僕とかもほら一番さんのなんかこうやるときでも、はい、結構話してたら僕すぐ連絡入れるじゃないですか、はいはい、俺すぐ連絡入れるのよ、もう、ああそうだそうだ、お願いしよう、ちょっと電話しますねとか、そう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 、すぐその場で言いますもんね、あしとこうっつって逆にすぐ忘れられるからみたいなえ言っちゃえば、もう連絡しちゃえば熱のあるうちに、熱、こっちの熱も伝わりやすいしうん、うん、なんかそのなんて言うんだろうな、なんかこう連絡入れた時が一番熱あるから、うんうん、返信返ってきた時に、うん、一回入れてリターンでこっちへ返すときに熱があるんですよね、だから返信来たときにこっちがなんかこうあの決まった感じでそのテンプレートみたいな言葉で返さずに結構こう気持ち入れて答えられるんですよ、でそうするとあっちに熱伝わって僕の中で熱があると決まることが多いっていうのがあるんですよ、そうね、熱が伝えれば決まるみたいな、だから冷めてきちゃうと僕自身も冷めちゃうんですよね、なんかそれだから連絡入れてもあっちがあんまり乗り気じゃない時に、あそう、もう僕も折れちゃうんですよすぐ、相手が乗り気じゃない時すぐ折れちゃう僕はこの熱ない時だから、例えばジョーのやつもじゃあ一回くらいで誰誰とやりたいって僕はもう相手の名前も入れちゃうんですよ俺すぐやっちゃうんですよ、はいはい、もういろいろなところで全部そう、はい、もうすぐ終わった時にもうすぐ名前で誰々とやりたいですみたいな、はいはい、うん、こいつ誰々とやらせたいんですよつって、でそうすると大体ダメだって言われることの方が多いんで、はいはい、いやでもこうだったんでとかって言われることが多いんで、うん、そういう時に熱のある返しを入れると、うん、ちょっと動いてくれたりするんでそのそう、でもそこの、 あの動きの速さとか素晴らしいです、そうっすねありがたいっすやっぱそう、おじき的な感じですもんね、おじき的な感じ でもだからそこが多分僕、はい、よそよりもうちの選手でチャンスつかめてると思うんですよ、はいはいはい、それで僕間違いなく、はい、自信あるのはだって絶対自信あるんですよ、はい、よそのやつよりも、はい、うちの方がチャンスつかめてるって、はいはい、だってその自画自賛とかじゃなくて、うん、他のやつがやってないこと僕やってるから、はいはいはい、もう間違いなくやってるんで、うん、すぐ連絡入れるし連絡返ってきたらどうだし、あとはまあ今現状どうなってんのっていう探りも入れたりするし、はいはい、まあ結構まめに連絡入れるんですよ、うん、どうなってますとか、うん、多分
だからチャンスはうちは掴めるんですよ。すごいですね。間違いないですよ。打撃がこうすごいっていうふうに思うのはもうそれは大沢さんが自分で組んで分かるんですよ。それも見て練習見て分かるんですよ。あ、練習見て分かります、うん、あ、組み技、あ、一緒にこう練習して打撃すげえなと思ったら打撃は見てて分かるんですよ。なるほどなるほど。でまあ打撃は結構見てて分かるし、うん、組みって、うん、結構やってみないと感覚つかめなかったりするんで、僕は結構一回組んだりするんですよ、ね、同じような階級だと。そうそう、こんぐらいやるんだなみたいな。いや、なんかツイッターでもこんぐらいこうやれるからっつったら応募する人とかいっぱい来そうじゃないですか。なんかうちですか。いやだからこんなん言うのはあれかもしれないですけど、うち来たらやっぱりチャンスはつかめると思いますよ。で、強くなれると思うし。ただ練習1ヶ月は休まないで痛み止め飲みながら来なきゃいけないぐらいの気合は、まあでも気合はないとダメだと思いますけどね、はいはい、なんかやっぱり休まないだね。言ってもね、なんかこう若手とかでも、うん、言っても来ねえじゃんってやつ結構あるんで、うんうん、でやっぱりこんなもんだなっていうところもあったりするんで、1ヶ月本当に休まないで痛み止め毎日来たんですよね、はい、それがすごいですよね。もう覚悟を決めた。ああ、もうよく来てましたね、はいはいはい。だからまあ、強くするんで、うん、多分日本で強いジムってもういくつかしかないと思うんですよ、うんうん、本当に数える程度もう5つもない、5つあるかないかとかそんぐらい、うん、強いジムって、うん、そのうちの一つではあるなっていう、それはもう自信を持っていますよ、うん、今ちょうどマサさんって方がスパルで海外はいつ頃挑戦しますか。海外ですか。質問が海外に挑戦したいの。そうですね、やってみたいですよね。来週も出たいんでしょ。来週も出たいですね。あ日本で知名度出たいって感じですよね。そうだよね。だから一回海外やるにしても一回ちゃんと知名度上げてってことだよね、うん、ってことでしょ。どっちが先がいいのか、どっちもありだなって思います。いや先あれだな、絶対に日本で上げてだなと思うけどね、うん、でも例えば UFC とかって言うんだったら、うん、もう早く行った方がいい、それはでも階級上げなくちゃいけないじゃん、うんうん、UFC って言うんだったらもう日本で名前上げてとかでじゃなくて、今だったら UFC 行けば日本人が行けば結構名前は上がるから、うんうん、そこは大丈夫だと思うよ。ライジンにしてもフライ級に上げてやるってことですね。ライジンのことそうですね、うん、ないんですよね、うんうんうん、そうですよね。なるほど、まあ、ちょろっといますけどストロー級が、うん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 、まあそれとできたら一番いっちゃいいですけど、ね、まあね、まあ、そんなところで、あとまあメイウェザー朝倉未来とかも、はい、どう展開予想。展開予想ですか。朝倉未来、はい、まあ朝倉未来が当てられるのかぐらいの目線で見る感じじゃないですか、まあ、普通に考えたら本当にきついと思うし、一発でも当てたらいいんじゃないかぐらいな、うんうん、ただメイウェザー見てたらマジでぶっ飛ばしてほしいっていう本当に。だからもうマジで本当メイウェザーがジョーの試合の日にうちで練習しそうになったんですけど、はいはい、そうなんか連絡があって、はい、メイウェザー来るかもみたいな。ジョーがタイトル取った後に僕が電話パッと来て、はいはい、これラジオ笹原さんが電話来てんなって、はいはい、ちょっと電話してくるわって笹原さんで、笹原さんが連絡来たらあんまいいことないなと思って、はい、なんか怒られるか、はい、なんか決まってた話が怒られるか、なんかやっちゃったのかなって、はい、なんか、はい、僕は知らない間になんかやっちゃったのかなとか、はい、もう思い当たるところだけなんかあんのかなとか、はい、あとはちょっと決まってる話もあるんでそれなくなるのかなとか、はいはい、なんだろうなと思ってこう電話取ったら、はい、大沢さんメイウェザーが練習したいって言うんですけど、はい、大沢さんのジム行っていいですかみたいな、はい、そしたら結局それなくなったんですけど、はい、してもメイウェザーがまあなんかもう笹原さんももういやもうメイウェザーもうもう本当にもう本当に疲れるみたいな感じになっててもうあちこち振り回されてるみたいな。で今日も会見とかね、はい、寝坊してそうです、ね、公開練習とかね、はい、むちゃくちゃじゃないですか。もうもうシュレックさんとか森先生がなんか怒られるとかにやたら食いついてますよ。笹原さんの電話でなんか怒られる。いや僕まあ皆さんも
なんとなく感じてるのかもしれないですけどね、うん、僕俺あの一応ね、あの外見調子いいじゃないですか。ジョーとか知らないかもしれないけど、はい、俺調子いいからさ、それが良さである。調子よくやってるから、そうするとたまに、ね、そういろんなところにこう調子よくやってると、あのなんかこっち行ったりあっち行ったりしてるのを見るとちょっとイラッとする人たちがいるみたいで。っていうこともあるから、時々怒られたりするから、ね、いろんなとこにいますもんね。そう、それで選手をあっち行ったりこっち行ったりさせてたりすると、ああやっぱり怒られたりするわけですよ。ああそうで、あれ、なんかやったのかなと思って、なんかいや思い出せない思い出せないと思ってて、ああなんかあったら、まあ謝らなくちゃいけないなと思ったら、そのそジムを貸してくれるんですね。もう全然いいです、全然いいですみたいな。もうなんか貸しになることだったら何でもしますみたいな。僕だけで感覚で、なんかこう、なんかやったらそれ1個貸しなみたいなのあるんですよ。貸しがあれば次言いやすいなとかね。ああもう全然いいですよ、全然いいです、貸します貸しますみたいな。で次の時ちょっとそれあれ材料にさせてもらおうとかね。来たら面白かったね。面白かったですけどね。さすがにでもそれ動画回したら怒られるんですよね。どうすかね、回しちゃいますけどね。回しちゃってそれ使うのかっつったら、メイメイさん使うっていう周りの人からすげえ Use it! お金出せとまあでもほんと振り回されてるから、うん、まあでもね、もうメイメイさんにミクルが一発当てるかどうかじゃないですか。どういう試合をするか、一発当てるかみたいな。もう一発でも本当に難しいと思うけど、はい、一発当たれるだけでもうなんか、はい、ものすげえ気持ちいいんじゃないですか。メイゼが痛いって思うだけでも気持ちいいですよね。本気になるっていうか、はい、この前の天心戦も一個だけちょっとだけ当たったら若干本気になりましたもんね、はい、動きがね。だからああやって本気になったら、はい、逆にチャンスあると思いますけどね、はい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 、本気になってくれた方がチャンスあると思うんですよ。だからメイメイゼが怒って倒しに来てくれたらチャンスあると思うんですよ、はいはい、でも最初は絶対こう舐めますよね、はい、こういう感じで。もうあれやられちゃうとダメですね。そうですよね、うん、体当たりや、うん、でもそこら辺は面白い、はいはい、どう楽しみ、まあ、お前買わねえだろ。買うつもりねえな。買うのはやめました。やめた、はい、大臣さん社長はまああんま興味ない。まあ見る予定だったんですけど、うん、やめました。やめた。なんで？あのご配慮になりました。予定が入ってた。チャンピオンタイムです。チャンピオンタイムです。祝ってくれるって人がやっぱ多くて。うん、多いよね、うんうんうん。チャンピオンだもんな。そうだよな。そうだよな。変わった？まあ、うん、人生が変わるまでいかないですね。変わんないんだよね。でももう何回で。もうでもだいぶ声かけられたりしだすんじゃないですか。もうまだじゃないですかね。フェイスのあたりとか歩いてたらまだっすね。多分まだっすね。やっぱもう何回か、もしくはライジン出るとか。ライジン出るが一番変わりやすいんですけど、ただやっぱ格闘技関係者の中に、まあ、あなんかすげえな、注目したいなって思わせなくちゃいけないんで、それはやっぱりなんか違う動きをして、あなんか守り入ってないなっていうふうに見せると面白いことやるな。西川君もそうです、はいはい、どんどん試合やるじゃないですか、はい、だから西川君とかああやってどんどん試合するとか、はい、やっぱ試合するのが一番こいつ何、なるほど、全然守り入ってないじゃんって、はいはい、しかもなんか結構リスクあることをやったりすると、はい、面白いから、はい、で西川君だって1回決めて戦ってるじゃないですか、うんうんうん、あんな体小さいのに、はい、あんな体小さくてブヨブヨなんですよ。すごくないですか、はいはい、それで1回決めて戦って、はい、それは同じようにまあジョーもね、はい、守りに入るんじゃなくてちょっと1回決めて挑戦してみたい気持ちもあるってことだよね、はい、もうあれなんですか、次の試合とかになって少しずつファイトマネーとか上がってくるんですか。まあ分かるんじゃないですかね、おそらくね、はいはいはい、こういう試合もしてるんで、はいはいはい、そうだよね、見てて気持ちいいんだな。なるほど、そうですね、はい、あのまあ来順38のなんか注目カードどう、なんかある、うん、まあ堀内選手はやっぱり見たいっすね、うん、あ、はい、どう予想として、うんうん、堀内金太郎選手の試合予想したいしてないっすね。でも
自分してない、してみようか。堀口選手が見たいって。堀口君が見たい、なんかやっぱ応援したいっすね、堀口君はね、やっぱ誰もが。そうだね、なんかやっぱポジティブだからね。そうっすね、でもだってジョーもな、やっぱ山本キッドに憧れてたわけだから、やっぱそうですよ、ね、同じ系譜でありますよ、やっぱポジティブだから余裕っすって感じだろ。まあそうっすね、やっぱネガティブなことは吐かないもんな。まあそうっすね、吐きたくないだろ。はい、吐きたくないです。余裕っすって言いたいだろ。そうっす、大学来ても余裕っすって言いたいだろ。そういえば大沢さん、そのささやきが甘い言葉遣いがそうだって。クレイジーなまりね、クレイジーなまりよ。初めてやれたんですけど、ね、クレイジーなまりですよ。でもネット記事で、あのモモのタトゥーが顔が入ってるとか、目が入ってるそうっすね、みたいなね、うん、ちょっと記事になってましたね。はい、憧れた、まあ俺の中でのヒーロー、はいはい、はい、4人4人いるの？ 4 人誰なんですか？それどれ俺の目なんですか？新しく入れなきゃダメじゃないですか？俺の目どれ？この足の裏ぐらい大沢の濃い、濃い顔、濃い顔、縄文人顔、俺深いぞ目だって分かんないかもしれないですただの影に見えちゃうかもしれない。沖縄の人の顔まつげだけ、ここまつげだけ線描いてまつげ。そうですね、はい、それ誰が入ってるんですか？4人だよ、はい、まあ、キッドさん、はい、と地下格闘技のヒロミカワっていう人がいるんですけど。おお、はい、そんなんいんの、はい、めちゃめちゃ試合とか面白いです、はい、へえ、はい、とプロレスラー、ジョン・シナ。ジョン・シナね、トリプル H っていう。 WWE 好きなんだ。そうですね、そっから入ってますね。へえ、それで血だらけになるこのジョン・シナが、あのブロックレスナーですね。分かるよ。あいつめっちゃヒールなんですよ、で、あの本当腕とか折っちゃうんですよ、プロレスなのに、で、こいつのことも血だらけにして、みんなのヒーローでも諦めずに最後逆転勝ちするんですよ。そういう試合でこう心を躍らされたっていうか、まあ俺がそっちの立場になりたいなって思って、徐々に、まあそっからだから日本の地下格闘技見て、で、最後にキッドっていうか、そういう、はいはいはい、総合格闘技に行き着いたって感じで、スタートはアメリカのプロレスですね。血だらけになりたいんだよね、試合でね。スタートが血だらけから入ってるんで、はいはい、だ俺もそうですね、なりたいです、ね、なるほど。試合で血だらけになりたい。なるほどね。今ちょっとあのカメラにもし差し支えなければ見せてくれないってお願いがあるんですけど、見せてもらって。タトゥー見せてもらって、タトゥー自慢した方がいい。まあダサくないですか、え、その言い方。俺の言い方がね、俺いろいろなある言葉の中で一番ダサい言葉言うようにしてる、はい、その言葉聞いたいです。見せれないっす。え、見せれないっす。それは縦島で、縦島で言い方が良くない。ツイッターに上がってるんで見てください。ツイッターに上がってる。そうです、すいません、すいません、大沢さんの言葉で。俺のせいでね。俺のせいで。でも俺あの一番ダサい言葉言うと一番笑い起きやすいんで。ちょっと世代の違いがすごい明確ですね。いや、そっか。まあでもあの今後もね、試合面白いしね。いやでもだいぶあの新井翔選手のことを知れたんじゃないですか、今回も。そうですね、まあ、それ残ってみんなに知ってもらって、次以降の試合で、ね、いっぱい応援してもらえるといいな。あとまあ、あとまあ来週38も面白いんでね、あのぜひね、皆さんも、今週日曜日、日曜日ですよね、うん、だから堀口君もそうだし、結構面白い試合多くて、僕的に言ったらね、大原樹里とグスタボ、めっちゃ楽しみです。すげえ楽しみなんですよ。行くよ、下馬評割れてますよね。僕はね、大原君勝つんじゃないかなと思ってさ、打撃は、僕大原君の方が分があるなと思ってます、なんかあのアメバの予想番組とかで金原選手とか川尻選手とか何か出てる、割れてましたけどね、予想が。あれ、ユーネクストじゃないですか。あ、ユーネクストかな、はいはい、うん、僕は大原君勝つんじゃないのかなと思うし、あとまあね、あの鈴木千尋と、はい、間違いなく萩原君好きだろ。萩原君好きだよ、まあ、え、まあまあぐらいじゃないですか。萩原恭平でも好きなタイプかと思ってたわ。あ、まあ、自分近いだ、同じ世代で戦っ、同じ時代に戦ってる選手に別に憧れとか。あ、まあまあそれはそうだよな、でもなんかこう
好印象の感じだろ。まあ、はい、かっこいい仲間です。グループ分けした時に同じところにいるんだろ。仲間。そんなやっちゃじゃないっすよ。仲間。まあなんかこう。全然全然。いやちょっとまあポジティブな感じでこうね、うん、恐怖心ないタイプ、うんうん、それジャンル系そっちだよな、うん、あとタトゥーな、うん、そうですね、はい、まあ、あそこら辺面白い。どっち勝つの。そうですね、萩原選手。萩原選手ね、うんうん、まあね、まっすぐが当たるんですか、カウンターとかね。そこで鈴木千尋くんノックアウトのチャンピオンだからね、うん、どうなんすかね、強いんすかね、やっぱり。強いんじゃない。だって有名な人平本蓮に打ち勝ってるからね。まあ確かに、うん、そうっすね。あとあのタイ人とかにも打ち勝って、うん、1分ぐらい倒してるし、うん、あの杖タイ人、うん、結構立ち技の中では有名な人たち結構倒してるからね。でも正直に負けてるけどね。うん、うん、なあ、はい、森さんも強いぜって言ってますよ、うん、鈴木選手。森先生、はいはい、森先生は、うん、そうなんだ、うん、じゃああれは大原樹里、グスタボ。俺もグスタボっすかね。大原樹里君のああいうなんかこう入れ立ちが好きじゃないんだろそれだろ確かになんかあのキャラに乗れないっすね。そうだろ、すいません。ルックスで応援するタイプだろ。いやでも試合はめっちゃ面白いですけど、ね、野球はユニフォームで応援するタイプだろなあ、選手じゃなくて野球パッと見た時ユニフォームかっこいい方応援するだろ。いやでも距離詰めて、えそのはいゴリゴリで、うん、で大原くんだって結構、ね、あれ長いけど結構自分がこうやってやりながらガン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 っていくからね、うん、でそれ耐えて前に来られたら多分気持ち折れんじゃないですか、嫌になるんじゃないですか。あーでもあれ結構違えるよ。あれのバックステージの映像見たことあります？大原くんもうやりたくないよみたいな。あーでそれで行くんだよ多分。あー今の試合とかでもなんかあんまビビってるっていうよりは打ち合いながら打ち負ける感じが多かったんだよね。じゃあ最近それで打ち勝つようになってきて、あんまり多分怖い怖い怖いから行くタイプだと思うんだよね。もう人間って選手っていくつかあって、所君もそうだと思うんですよ、うんうん、怖いから勝負しに行くみたいな、うん、もう早く終わらせたいから、うん、宇野さんもそうです、うん、なんかあの怖いからどん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 行くみたいな、うん、怖くないから行けるタイプじゃん、うん、怖がらないみたいな、うんうん、だからなんか2つあって、うん、大原君はそっちかなと思って、うんうんうん、怖いからもう来るな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 っていう、もう怖い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 ってこう手振りますみたいなやめてやめて来ないで来ないで来ないでっていう感じかなっていうふうに思ってますけどね。楽しみですね。楽しみですね。ぜひね、あの僕あの買うつもりのない人はアベマを見てもらって、僕がねあの無料の方で、あはいはいはい、買いたくなるような番組やってますんで。何時からですか。朝9時から。朝9時から日曜日のアベマのですか。はい、夜19時までなんでそんなやつか。朝10時かな。朝9時から夜19時まで。19時まで10時間。10時間1人買いたくなるようね。わかんないですね、全く喋りっぱなし全くわかんないですね。前回のザーマッチの時はなんかゲストが来てたん で、はい、でどういう作りになるのかちょっと分かんないんで、はい、で休憩、まあ、まだ台本とかもらってないんで、はい、構成ももらってないですよ、はい、結構前日だったり何も知らないでその場で行くパターンもあるんで、はいはい、ザーマッチの時は、はい、確か、はい、当日何をやるか聞いたみたいなでもフリーで好きなだけ喋れるんですよね。まあまあまあどういう内容なのかが分かんないんですけど、はいはい、まあおそらく見たくなるような感じで話すんじゃないかなと思いますけどじゃあぜひね、はい、買いたくなるようなもの内容らしいん で、ね、よろしかったら、はい、朝9時からそうですね。で来週は、はい、だからまあ来週、うん、来人のそういう話と、はいはい、ですね。風間選手はまだもうちょっと先生ですね、はい、来週は内陣の話ぐらい、はい、楽しみですね、うんうん、楽しみね、はい、あ良くなってきたね。
守備良くなってきた。打撃良くなってきたね。そうですね。どんどん良くなってますね。良くなってますね。フランスの選手。はい。今、若手もいいの来てるしな。まあそうですね。あの、力士の、あの、秋の、あれもいいですよ。はいはい、本当はあとはもう、若手たちはあとはもう、本当に努力続けられるかどうかです。はいはいはい。僕あんま信じないんで。うん、今来ててもすぐ来なくなると格上げするかどうかっていうのは何とも言えないんですね、この後とまだ分かんないです来た回数はいはいいうところで、はい、ちょっとご飯に連れていきましょうか。それであの、なんかプレゼント、ああ、そうだ、プレゼント、はい、です、持ってきます。そうね、はい、そうごめんなさい、うん、皆さん女王の、はい、あの鉢巻きもらえるかもしれないですよ。鉢巻きね、あれ、ノットフォーセールなんですよ、まだ。そうですね、はいはい。あ、じゃあ、あれセールすんの？欲しい。ちょっとやってるんですよ。あ、そうなの？はい。それこそ昨日、今日か。うん。やりましょう、じゃあ。いっぱいあるんですよ。いっぱいあんの？いっぱいある。まず、いいですね、じゃあ。これ。鉢巻き。それ、はいはい、試合で使ってたやつね。そう、それ使ってたやつ。そう。選択しましたけど。はい。それ、これ。はい。じゃあまあ、まず商品紹介して。あと今回の試合用に作ってもらったオリジナルタオルス。これサインは？はいはいはい。はしますか？サイン後で書こう。そうですね。はい。とバンテージ。ラッキーバンテージ？あ、違うやつか。何ですかそれ？勝ったやつ。当たった。試合つけたやつ。そう。ラッキーじゃん。ラッキーバンテージじゃん。ここにあの幸せが詰まってるわけだよ。そう。噛み合ってなかったですけどね、今ね。いや、あんまりね、物知らないのと、あんまりこう、あの、うん、難しいまし苦手なんです難しいっていうか、ちょっとこう、うん、含んだようなこととか、うん、ストレートに言ってもらった方がいいね。試合で勝ったやつ、今回の試合でつけてたやつなんですよ。そうです。あ、今回の試合でつけてたバンテージと、はい、ということで、はい、と、あとこれもそうですね、 T シャツね。はい、ハーツ、入場でハーツの T シャツ、はい、シャツと、はい、これやばいね。それはなんか、え、じゃあさ、こうしようよどうやったらやる、 まずその当選はどうやってやるんですかツイッターで、はい、フォロワー、フォローと引用リツイート、引用リツイートコメントもらえればいい。引用リツイートです。はい、コメントを入れたリツイート、はい、引用リツイートでコメントもらって、うん、最後に何が欲しいか、うんうんうん、何人ぐらいにしますこれ、どう分けて、1個ずつ上げた方がいいでしょ。そうですね、はい、全部バラバラにする、バラバラにした方がいいでしょ。だってお前それ分かりました、1人でも多くの人、そう、じゃあ5人ですね。写真後でやって5人ね。はい、はい、これとこれ、バンテージ、それを持ってこれ怒られるけど52.2 に落とせる人なら、はい、できます。試合で使ったバンテージで、今回作った、オリジナルタオル、これも試合の時に汗拭いたり、汗拭いたやつ、はいはい、これサイン入れます、はい、で、これ、うん、メダルね、これもサイン後ろに入れますよ。はいはい、タイトルマッチ取ったやつ？そうです、ほんと前回。ああ、じゃあ、あの日付も書こうよ。書いてあります、これ。あ、日付書いて、あ、日付書いてある。それは、あげていいやつなんですか？あ、すごー大事なものなんです。あ、このメダルいいっすよね。タイトル取った勝利のメダル、はい、はい、これ、勝利の、バンテージ、勝利のタオル、はい、T シャツ、4点、はい、そして、ネバーギブアップの鉢巻きね、はい、5点、はい、したら、引用リツイート、引用フォローして、はい、で引用リツイート、はい、どれが欲しいか、どれが欲しいか最後に書く、はい、一言メッセージを、はい、熱いメッセージを書いていただきたい、ね、そう、それは、まあ、ツイッターでも書こう、うん、はい、ね、そうですね、そう、うん、したらこれ 5名に当たるから、うん、素晴らしいですね、素晴らしいですね、まあ俺が持ってても意味ないんで、あげます、ね、もう先に行くということで、そう、はい、もう次のとこ行くからね、はい、やらなきゃいけないこと待ってるからね。そうっす、うん、じゃあまあね、本当に今日はもうこの辺で終わりにしましょう。1個だけですか、はい、いいよ。
ぜひ応援を。待って、いいよ、はい、これだけ、はい、限定で、はい、今回の試合を記念に作ってもらったやつで、うん、はい、一般販売が決まったんで、ほう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 、と自分のツイッターにもツイートしてるし、あとインスタの新しいストーリーの方に、うん、詳細があって、なるほど、誰でもこれは買えますんで、はい、気になる人いたらどうぞお願いします。このプレゼントは汗付きサイン付きでと、これはね、はいはいはい、であと皆さんにも、はい、新井城の幸せタオル、はい、これ買った人、結構持ってる人たちから、はい、結構いいことがあったっていう声寄せられてますんで。マジっすか、はい、彼女できたとか、彼女ができたとか、童貞を喪失できたとか、童貞するとかそう、もうあとは、はい、このタオル持ってから、はい、物事全部うまくいくっていう声も、勝ち続けるっていう声も寄せられてます。今では負けてたのに、負けてたのにもうなんか全部うまくいくんですよねっていう声も寄せられてるね。言ってましたか。そう、これ試合の時でもこういう風にやってくれたりしたら嬉しいですもんね。そうですね、はいはい、嬉しいですね、はい、試合の応援の時にこう湘南の風みたいにね、ジャイアンツみたいな、ジャイアンツみたいな湘南の風でもいいですか。まあそう、そう、うん、これ巻いて ね、 はいね、そう、はいはいはい、まあ、そういうところで、はい、皆さんぜひ買ってください。はい、します。今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。